デーレントルプは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、デトモルト行政管区、リッペ軍に属す、町村である。人口8084人のデーレントルプは、リッペ軍で最も人口が少ない自治体である。町域は、自然環境上は、リッペ山地に属す。森に覆われた山と集約的に農業に、利用されている谷とが、田舎風の風景を作り出している。 最も大きな川は長域を東から西に貫くベーガ川である。デイレントルプはトイトブルクの森、エッケ山地自然公園内に位置している。シュベーレントルプとヒレントルプはクアパークを有する保養地である。ベントリングハウゼン城は17世紀にヒルマーフォン、ミュンヒハウゼンによって建設された最も優れたベーザーアルネサンス建築の上官の一つである。重要な経済分野は サービス業、特に観光業であるが、多くの就労者は、レム号やビーレフェルトといった近隣都市に通勤している。デイレントループの概要図デイレントループは、ノルトベストファーレン州北東部、オストベストファーレンリッペ地方、すなわち、デトモルト行政管区の東部に位置する。この町は、ノルトリッペ地方に含まれる。隣接する、最も大きな都市は、 約7キロメートル西のかつて軍長所在地、レム号である。トイトブルクの森に面した現在の軍長所在地でトモルトは南西1 8トルに位置している。最寄りの大都市ビーレフェルトは3 5トル西に存在する。自然環境上、この町の町域はベーザー山地の一部であるリッペ山地に完全に含まれる。リッペ山地はこの町の町域では 強く侵食を受けた丘陵地の様相を呈している。山は森に覆われ、谷は集中的に農業に利用されている。町境から約20キロメートル北ベーザー川が流れている。町内で最も大きな川は西に向かって流れるベイガ川である。ベイガ川の主な支流には、北から合流するヒルバフ派川と南から合流するリーケバフ派川がある。 ベーガ川の北、ヒレントルプ地区の南、この湖は、広さ約2.9ヘクタールで、この町最大の清水面である。町域の最低地点は、ベーレントルプ西部のベーガ川の谷にある海抜116メートルの地点である。最高地点は、町の北東部、シュベーレントルプ近郊のシュタインベルクで、海抜387メートルである。 1992年までこの山頂には、NATO のミサイル防衛基地があり、その近くには多くの紛糾ボが存在している。冷戦時代、軍事的に利用されていたデーレンベルクの山頂は、わずかに町境の外側にある。町境は、この山の南斜面の海抜366メートルを通っている。この町は、トイトブルクの森、エッケ山地自然公園に完全に含まれるが、 トイトブルクの森にもエッゲ山地にも接していない。デーレントルプの地盤は、リッペ・コイパー地域に属し、24億年から21億年前の山上期に、海や川の堆積物によって形成された岩から、形成されている。ベーガ川の谷の両側には、灰色から茶色がかった、粘岩、ドロバイ岩、砂岩の尾根が形成されている。クレーベルク、クルプベルクの南側と西側、 シュベイレントルプの北側では、ムシェルカルク後期の石灰岩が見られる。こうした岩の中には、トウソク類や、海ウミユリなどの水生動物の化石が頻繁に見つかる。シーフベルクでは、超域内で最も古い岩が現れている。それは、ムシェルカルク中期に形成された灰色から、高褐色の泥灰岩や泥ワイトである。より深い地層には、ブンターや、古生代の砂岩、粘岩、 石灰岩で構成されている。ノイエンカンプ付近ではいくつもの活炭層を伴う第三期の砂が見られる。これは、ロート上干没によって生じた穴を満たしている。この砂は、ヨーロッパで最高級の砂の一つであり、その純度から1970年までガラス製造のために採掘された。ベーガ川や支流の谷は、氷記のつぶてやオードで覆われている。オードの下には、 モレーンの名残が見られる。割れ目のある石灰岩や山頂紀の砂岩、粘岩、泥場岩は地下水の水路となるが、長域の飲料水として意味を持つのは、ムシェルカルク後期の一部カルスと化した石灰岩だけである。ローテンバッフハ川や、その他のヒレントルプ地区の小さな川は、こうした岩の豊富な水源から流出したものである。 デーレントルプの地熱分布図頂域の半分以上が農業に利用されている。最も肥沃な高地は分厚用土のローム地域にある。具体的には、米側の両岸から 2km 以内の幅である。そこは、パラブラウンエルデと呼ばれる非常に開墾しやすい土地で、多くの水を蓄えることができ、栄養分に求んでいる。こうした平地の高台や特に、シュポルク付近では、 粘土を多く含んでおり、疑似グレードにもつながっている。コイパーの地域には、活色度が広がっている。谷の地下水を含んだ土地は、緑地として利用されている。地熱ゾンデや地熱ポンプを用いた、地熱位による地熱の熱源利用について、米側の谷は中程度、シュポルカホルツの西側やシュベーレントルプ近郊、ヒレントルプの半月型の土地は、否定的。 それ以外は良好から極めて良好と評価されている。大きな田舎町に格付けされる、この町の面積は49.79平方キロメートルである。町域の東西軸の最大長は約9.8キロメートル、南北軸のそれは約8.5キロメートルである。州の平均と比較すると住宅地はわずかであるが、農業用地は平均以上である。 2012年12月31日現在の土地利用の詳細を以下の表に示す。この町は北から時計回りにカレタール、エクスタータール、バルントルプ、ブロムベルク、レム号と境を接している。デーレントルプは5つの地区で構成される。この区分けは1969年の新法によりデーレントルプとして合併する前の町村の境界とほぼ一致する。 名前の由来となったデイレントルプは最大地区であるヒレントルプの一部である。人口は2000年12月31日現在の数値である。デイレントルプのシュポルク、クルプベルクを含むデイレントルプの町域は北西ドイツの海洋性気候地域に属す。冬は大西洋の影響により穏やかで夏はかなり暑い。降水は年間を通じてほぼ平均してある。 年間平均気温は約摂取8.6度である。ベーガの谷では年間平均気温はこれよりもやや高く約摂取9度である。トイトブルクの森や池ッ山地の風下側に位置することからデーレントルプの年間降水量はこれらの山上のそれに比べてかなり少ない。町内でもベーガの谷の南西部は特に降水量が少ない。リッペ山地の山では 勾配を登る気流によって冷たい雨が降るため町の北東部での降水量はやや多い。降水量以外のデイレントルプの気象データはない。一家の気温や日照時間は約 17km 離れたシーダー・シュバーレンベルクのデータである。シーダー・シュバーレンベルクは自然環境上の位置や高度がデイレントルプと類似している。 フルシュテルンベルク城のミトリズ戦士時代の墳墓とフムフェルダーボンチでの石器時代の出土品はこの地が古くからの入植地であることを推測させる。ヒレントルプの近くに広さ約7ヘクタールのラテン時代の防衛施設ピーペンコプフや近隣のおそらく古い入植地があったアメルングブルクの山頂にこの城に付属していた監視塔があった。この地域は一世紀には すでに重要な交易路で結ばれていた。例えば、ラーフェンスベルガー地方から、ヘルフォルト、レムゴー、フムフェルト、アルファーディス線を経て、ハーメルン、ピルモント方面に至る街道などである。二番目の街道は、ブロムベルクと北のベーザー川と結ぶ街道であり、デーレントルプ近郊で、戦術の広域街道と交差していた。この戦士時代の広域街道は、13世紀に、 初めて文献に記録された、この集落に比べてはるかに古いものである。デイレントルプ周辺地域は、12世紀末までに、シュバーレンベルク白領に組み込まれていた。この白化は、1185年頃に徐々に衰退していった。やがてシュバーレンベルク白の暴流から、アルトシュテルンベルク及びノイシュテルンベルク周辺を治める小さなシュテルンベルク薄領が創設された。 現在の町域の一部はこの白領に属した。立ッペ貴族家は1123年に初めて文献にその名が記録されているが、その後領主権を確立していった。立ッペ家は1332年から1358年までの間にシュバーレンウェルク白領の多くを獲得し、ファーレンホルツやランゲンホルツハウゼンを購入することで、その領土をベーザー側に至るまで北に向かって、 拡張していった。ヒレントルプーの教会は、15世紀前半、おそらく1424年のシュテルンベルクのフェーデの、際に、東南と火災によって破壊された。ホスチアの貯蔵庫はこの災難を切り抜けて無事であった。さほど重要でない教会の村は、地域で重要な巡礼地となった。巡礼者のために、居酒屋が設けられた。15世紀以降、ヒレントルプーの教会の中庭に、 設けられた居酒屋は立派で、その存在が証明されている最も古い居酒屋の一つである。ベントリングハウゼン村は1227年に初めて文献に記録されている。ヒレントルプに関する最初の記述は1260年頃の民伝制度三次会の財産目録に残されている。16世紀半ばに昭園宮とベントリングハウゼンが設けられた。 当時の所有者はベルンハルト7世の息子、アントニウス・フォン・リッペであった。17世紀初めこの荘園は、ヒルマー・フォン・ミュンヒハウゼンの所有となっていた。彼は1613年から1615年にベントリング・ハウゼン城を建設させた。この城館は、ベーザールネサンス建築の最も優れた作例の一つに数えられている。1731年にこの城館は、 レーデン貴族家に売却され、以後約300年間、その所有であった。シュベーレントルプは、1151年に、スーテアデンクソープという名称で、初めて記録されている。30年戦争時のカトリック側の将軍ティリー博1520年代に、レム号の住民はルター派の信仰を受け入れ、立兵の宗教改革の中心地となった。1538年に、 ヘッセンをモデルとして新たなルター派の教会体制が成立し、リッペ全土に影響を及ぼした。リッペハクジーモン六世は1600年頃、白領にカルバン主義を受け入れた。レム号だけが教会統治に抵抗し、ルター派の信仰に止まった。現在のデイレントルプの地域にあった村落は、改革派の信仰を受け入れた。これは、特に過劣な浪費と豪者。 高慢な自由と、主演、日曜、祝日の申請を汚す行為に対する禁令を受け入れることを意味した。定期的な教会参拝が義務化された。中世及び近世はじめにベーガとヒレントルプの牧師管区はミッテルプンクトゲマインデとして重要な町となった。二つの村は、教会やその他の施設を有し、周辺のとても小さな村落の住民を引きつけた。 ジーモン6世は、教会令の枠組みで、1571年に布告を発した。白領内のすべての町、村、集落に学校を作るというものであった。これにより学校教育は18世紀に至るまで、教会の専門領域となった。この命令はわずかに実現されただけであった。多くの親は、家畜版や畑仕事に必要な子供を学校に通わせることは滅多に、 あるいは全くなかった。デーレントルプ周辺の村では、境界制御院室に学校が設けられた。18世紀になるまでには、ベがヒレントルプ、フムフェルトと同じように固有の校舎が建設された。30年戦争では、リッペは、外国の軍隊の行軍を経験した。プロテスタント側の将軍、クリスティアン・フォン・ブラウン・シュバイクとその敵である、ティリーハクの軍勢である。 立 p p 博は中立を明言したにもかかわらず、ジーモンルートビヒ博は、住民から軍勢を取り立てなければならなかった。彼は、資金調達や、軍の世話のため強制労働が課された。戦争の進行に伴って、戦闘部隊による住民への弾圧は、次第にひどくなっていき、殺害、略奪、放火が行われた。1648年の終戦後も、軍勢はそのまま残り、 贅沢な休定費をまかなうための一般税に変更された。1808年にコーヒッパウリーネは農土制の廃止を発表した。しかし農土制時代と変わらず残された土地領主の税や兵役義務のために関係者の生活状況の改善はなされなかった。デイレントルプ町内では経済発展は停滞し何世紀もの間小さな農村群のままで収入源は農業と わずかな思工業だけであった。こうした状況は、1896年にビーレフェルトからラーゲット・レム号を経由して、ハーメルンに至る鉄道の開通によって変化した。1955年以前の石英砂採掘の様子19世紀の、初めにデイレントルプ地域では、フェルト・ブラント・ツィーゲラインと呼ばれる、レンガ工場が発達し、ここでオードが採掘され、加工された。 さらに、フムフェルダー街道の北側で、石英砂が発見され、採掘された。この砂は最初、板張りの床に巻くというプライベートな用途に用いられた。計算含むたび、約98.8%の科学的に純粋な石英砂は、後にさらにガラス製造に工業的に使われるようになった。デイレントルプ地域の鉱脈は、ヨーロッパで最も高価値な石英砂鉱産の、 一つであった。この砂のもう一つのマイナーな用途が砂栽培である。砂の上のオードは貯蔵され、後にフムフェルダー街道の南側に設けられたレンガ工場に利用された。鉄道と連邦道 B66 号線による良好な交通の接続を背景に他の工業の発展もプラスに影響した。フムフェルトには多方面の家具工業が進出し、 1950年から1975年までの間に最盛期を迎えた。この他に観光業も上向きになり、重要な経済ファクターの一つに発展した。しかし、デイレントルプの職場は不足したままであった。約2800人が町外に通勤しているのに対して、町内に通勤してくる労働者は471人であった。多くの通勤者は、レムゴー、バルントルプ、 デトモルトに職場を有している。町の比較的中央に位置するデイレントルプは、1969年に創設された新しい町の最大集落として、その名前として選ばれた。語源学上、この集落名は、ドロンとトラップから構成されている。語尾のマイナストラップは、村を意味し、多くの立平地方の名前に付けられており、デイレントルプ町内にも3つの集落がこの語尾を持つ。 最初の部分のドロンは様々な解釈がなされている。ドロンは棘の意味という説がある。これに従えば村の名前は棘の村または棘の中の村を意味することになる。これとは別に低地ドイツ語のドロンとする説もある。この言葉は門を意味している。オストベストファーレンリッペではドロンは特に土地の境界あるいは山地を通る象形を意味し、 デーレントルプ近郊の山デーレンベルクはじめ、しばしば地名に用いられている。そうであれば、ドーレントラップという地名は、アメールングスブルクとデーレンベルクとの間の川谷を通る山道から、外れることなく、現れる、この集落の位置を表現していることになる。最新の研究では、道南の意味に人名を考慮すべきだと指摘されており、デーリングという家門名や中林原族との関連が、 検討されている。1969年1月1日のレム号軍の新設に関する法律によって、ベーガ、ヒレントルプ、フムフェルト、シュベーレントルプ、ベンディングハウゼンは、新たな自治体、デーレントルプとして統合された。ベーガとフムフェルトの一部は、バルントルプに移管された。1973年1月1日以降、この町は新たに創設された、立憲軍に属している。 この軍は、ビーレフェルトポーに基づきかつてのレムゴー軍とデトモルト軍から創設された。ベーガの福音主義改革派協会でエーレントルプの住民の多くは、福音主義改革派協会の信者である。1517年のマルティンルターの95箇条の論題から10年後にはすでにリッペでは、新しい協議が流布していた。1538年に、カペルで行われた。 立憲博の両方会議で、ヘッセン法博領をモデルとしたルター派の境界令が受け入れられた。ジーモン六0 0位白は、1605年、公式に福音主義改革派に転向し、これに伴って、クーユスレギ王、エーウスレディギ王の原則に従い立憲博領のルター派から改革派への改修が行われた。デーレントルプには、ベーガ、ヒレントルプ、シュポルクベントリングハウゼンの3つの、 福音主義改革派協会がある。これらの福音主義改革派協会は、リッペ地方協会のクラスベージングフェルトに属している。カトリックの信仰は、2003年に取り壊された、コストガーレブルート、クリスティ教会での神事を支えていた。この協会は、パーダーボルン広サ教区ビーレフェルトリッペ、主席司祭区、レム号イコールノルトシボク連合に属す。 レム号の精霊教会の司教会であった。現在の宗教分布を知る手がかりの一つが、バルントルプーの学生に対する所属宗教団体の調査である。これによれば、2006-2007の学年で79%が福音主義、5.4%がカトリック、0.5%がイスラム教に所属した 3. 3。がその他の宗教団体に所属し、 無宗教は11.3%であった。以下の表にデーレントルプの町の人口推移を示す。1975年以降の数値は、ノルトベストファーレン州情報技術局の公的な調査地である。1975年から1985年までの値は1987年の国勢調査結果であり、1990年以降の値は1987。 の国勢調査結果に基づく、算定値である。外国人比率は2.48%で、連邦全体での平均を大きく下回っている。バーテルスマン研究所の人口予想によれば、デイレントルプの人口は2006年から2025年までに約4.5%減少する。アレクプログラムの枠組みで行われた調査は、ノルドリッペ地方の人口密度は157人。 平方キロメートルだが、東部の産地ではかなり少ないことを示している。この数値は、ノルトベストファーレン州全体の人口密度530人、平方キロメートルに比べてかなり小さい。デイレントルプの町長は、フリードリヒエーレルトである。彼は、2009年8月30日の選挙で61.8%の票を獲得して再選された。 彼は2004年9月26日の選挙では56.0%、1999年9月12日の選挙では57.2%の票を得て当選している。エーレルトはこの町の初代千任町長である。デーレントルプの町議会は26議席からなる。さらに投票権が制限された議長として町長がこれに加わる。デレントルプはバルントルプ、 ブロムベルク、エクスタータール、カレタール、レムゴー、リュクデといったリッペ軍の市町村と共に州議会議員選挙のリッペ通区に属している。2009年の連邦議会選挙ではリッペアイクに属した。バイエリッシュ・アイゼンシュタイン1986年、シュベイレントルプ音楽愛好会 EV はかつて存在した観光業者ニーボイマーの企画で、 バイエリッシュ・アイゼンシュタインの聖歌隊と共にコンサートを開催した。これが最初の契機となり、姉妹自治体へと発展した。両長は音楽家を中心に相互訪問を行っている。ベントリングハウゼン城及びその上官公園で定期的にコンサートや音楽コンクールが開催されている。ブラスカペレフムフェルトは約35人のメンバーを要している。 シュベイレントルプ音楽愛好会館弦楽団は45人以上の音楽家で構成されている。ヒレントルプシュッポルク金管アンサンブルは25人の会員からなる。最寄りの劇場はデトモルト州立劇場である。ベントリングハウゼン城ベントリングハウゼン城は同盟の地区にある。ヒルマー・フォンミュンヒハウゼンは1613年から1616 16年におそらく エーバーハルト・ビルケニングに、高キルネサンス様式の上巻を建てさせた。この上巻は3階建ての長方形の建物である。正面の左翼側は、階段室で終わっており、このため、第2の翼廊造築が計画されていたことがわかる。旧から11世紀に創建された、アルトイコール・シテルンベルク城は、城壁跡と土塁だけが残されており、シュベーレントルプ地区にある。 ここから 1.5km 北西の隣町、エクスタータール町内に、シュテルンベルク城がある。ミューリングスベルクの暗部にある湖、シュテルンベルク城は、一時期新しい城と、並行して用いられていた。この城は、13世紀に、シュバーレンベルク博家の冒険から独立した、中世初期のシュテルンベルク博の溶澜の地である。ピーペンコプフには、ラテーヌ時代の避難城塞の遺構がある。 隣のアーメルングスブルクさんには、おそらくこれに付随する、監視所が設けられていた。クールパルクシュベーレントルプは、広さ約4ヘクタールのクールパルクである。この公園は1951年に保養地、シュベーレントルプのために、小川の谷に設けられた。この公園には、解放された緑地、小さな林、小川沿いに、多くの池がある。クールパルク内には、 コンサートパビリオンや水浴場がある。ランツシャフツパルクヒレントルプは、9年度採掘場の敷地に1970年代に、雇用公園として建設された。特徴的なのは、水が満たされた採掘構想位の立地である。これらは小川が流れる自然に近い清水面として、整備されている。また、林や湿地区沙地を内包している。ベントリングハウゼン上館庭園は、 ベントリングハウゼン城に付随する歴史的な風景庭園である。広さ約2ヘクタールのこの庭園の起源は多くの池の周りに多くの植樹がなされた18世紀にまで遡る。19世紀には城間の近くに一族が埋葬されていた。植物学に興味を持った城主エルンストフォンレーデンはこの場所に庭園を建設した。プロイセンの造園家。 パウルレッシュ妃は1918年から上主の指示に従って庭園を造成し拡張した。この時に象形も設けられた。見事に植樹された庭園は歴史的な状態をよく保存している。ほぼ二世紀の樹齢を持つユリノキ、沢ぐるみ、日本の拳、多くのベース着といったエキゾチックな流木や多くのサッピンドザフィクトンは特に重要である。この庭園では 定期的に彫刻展示がなされている。デーレントルプはトイトブルクの森、エッケ山地自然公園内に位置している。ベーガガーの25キロメートルの流路沿いに位置する4つの市町村にまたがって合計500ヘクタールの広さを持つベーガタール自然保護区が広がっている。保護されているのは湿地領域やそれに付随する林の多種に及ぶ動植物症である。 特に珍しい動物種には、カワガラス、カワセミ、クマゲラ、さらには、カジカやヨーロッパ砂やツメを含む17の異なる種の魚がある。この地域は、ビオトープ保護及び生物種保護にとって、国際的に重要な地域として扱われており、動植物生息地域として、ヨーロッパの保護地域ネットワークナトゥーラ2000に登録されている。シュタインベルクの山頂は、 1983年から1992年まで NATO のロケットレーダー基地として使用されていた。この施設が廃止された後、この地域は自然保護区となった。この自然保護区はコシュタインベルク城市を含み63ヘクタールの広さを持つ。その大部分が森林で占められている。ロケット基地の封鎖されていた地域は1998年以降、 ナブの主導下で封印を解かれ、ほとんどの建物が解体され、小さな水域が作られた。越冬するコウモリの避難所として一棟の建物が残された。自然保護区の一部、約10ヘクタールは、旧ロケット基地に再び生息するようになったフクロウ、両生類、珍しいコリナラオストリア化、パイオニア植物の生息地域となっている。ファームベック付近を走行する保存鉄道、 デーレントルプ町内を通る米型あるル鉄道では、下記になると保存鉄道の運行がなされている。デーレントルプ町内の各地区には、合わせて5つの一般スポーツクラブがある、TSV ヒレントルプ、ベルクスタディオンシュベーレントルプを運営する、RSV、シュベーレントルプ、トスフムフェルト、トスベーガレイキュー級、トスシュポルクベントリングハウゼンである。サッカークラブの FC、 シュベイレントルプシュポルクベントリングハウゼニア有限とシュピールゲマインシャフトデーレントルプの他にシュベイレントルプには射撃競技クラブの KKSV シュベイレントルプベーガタールにはケーゲルのクラブデーレントルプにはスポーツフィッシングクラブテニスクラブ空手クラブ乗馬クラブがあるすべてのスポーツクラブはデーレントルプスポーツ協会に属しているデーレントルプの屋外プールは 飛び込み台のある競泳プールとウォータースライダーのあるレジャープールを持つ。この他に一部小立ちで覆われた日光浴及び休息用の芝生広場もある。2010年にシュタインベルク周辺で全長8キロメートルのスキー長距離競技大会が初めて開催された。プフィングストシュロスフェストは毎年精霊降臨祭に開催される。毎年第3アドベントに もう一つの上官祭が開催されている。デイレントルプ町は、11月の最終週末に、屋外プールの敷地で、クリスマスマーケットを開催している。ザントウント・トーンベルケ・デイレントルプ1897年、リッピシェ・トーンバー・レンハブリークが設立された。これはレンが、河原、水管を製造する会社であった。その4年後、デイレントルパー・ザントウント・トーンベルケが設立された。 ベーガ側の両岸で粘土採掘場が開発され、採掘された原料は作動によって加工所へ運ばれた。デイレントルプ近郊のベーガタールの住民の生活環境はレンガ工場や製陶工場が進出することで改善されていった。1930年代には周辺の集落からここに約500人が働きに来ていた。これにより、例えばヒレントルプの人口は 1880年の約890人から1910年には約1350人にまで増加した。さらに1930年にレム号市内マイボルテに年番岩の採掘場が設けられ、ここからレンガ工場まで軽便鉄道で原料が運搬された。立祖社は創業初期に何度ものオーナー変更や経営人交代を切り抜けた。初期の労働条件は過酷で、 当時、リッペ地方から大量の出稼ぎレンガ職人が排出されていたにもかかわらず、ボヘミア地方から労働者を募集したほどであった。1936年、この会社のユダヤ人オーナーは、企業のアーリア化のために売却を強要された。アドルフ・ベッター・ビレの支配下にあったリッペの行政府も、理想者を手に入れようと画策した。実際に、近隣のデイレントル・パーザント・ウンとト,トーンベルケでは、 分け前に預かった。州政府は最終的にはこの紛争に敗れた。戦時中、立祖者では34人のウクライナ人が強制労働に従事させられた。ザントウンとトーンベルケも立祖者もそれまでは下請け企業であったが、戦時中は軍需企業とみなされていた。米園賀の駅は1945年に低空飛行する飛行機から攻撃を受けた。 リソ社のユダヤ人オーナーへの返還は1952年に実現した。1970年代初め、石英砂や粘土の産出が枯渇した。このため、リソは1972年に生産を中止し、ザントウンとト,トーンベルケは原料を別の場所から調達するようになった。粘土や石英砂の採掘はこの町の風景に深い痕跡を残している。 ある年度採掘港は自然な状況に作り変えられ、景観庭園の中心となる水面を形成している。観光業はこの町の重要な経済分野の一つである。この町には二つの保養地がある。シュベイレントルプは就任下の保養地であり、ヒレントルプも保養地となっている。しかし、年間のべ宿泊数は1995年から2005年までの 間で46,030泊から22,558泊と約50.9%減少している。その後この数値は安定している。2009年には延べ約2万5,000泊、6,500人の来客があった。経済構造ではサービス業が最大業種で全雇用者の55.8%を占める。加工業と建設業が合わせて 全雇用者の約24%である。農林水産業はそれでも4.1%を占めている。周平均はわずか0.9%である。鉱物や土壌の採掘業には社会保険支払い義務のある労働者はいない。デイレントルプは近隣のバルントルプ、エクスタータール、カレタールと共にノルドリッペ振興地域に属している。これは田舎の地方における 人工統計学的、経済的構造改革の特別策である。構造改革は、リーダーやアレクの進行プログラムに沿ってなされている。その目的は、小さな町村が互いにネットワークを結び、統合された地方型の発展コンセプトを開発して、ノルドリッペの名の下で登場する場を形成することで、ある。2004年現在、デイレントルプには2873人の 就労者がいたが、これに対して職場は997人分であった。つまり、デーレントルプには町外への通勤者が極めて多いことがわかる。デーレントルプからの通勤者の通勤先は、近隣都市のレム号やバート・ダルツーフレン、上級中心都市のビーレフェルトやパーダーボルン、あるいはハーメルン、バート・ピルモント地区である。期限を1873年にまで遡ることが、 できるデイレントルパーザントウントトーンベルケから CB ホールディングスが設立された。この会社はデイレントルプクオーツ、デイレントルプフォイヤーフェストプロダクト、デイレントルプセラミックの母体会社である。A&H マイヤーはデイレントルプフムフェルトとマレーシアに100人以上の従業員を要する照明とオフィス電化製品の会社である。フムフェルト地区のクリーナウェイデイレントルプは ズーロのゴミ分別部門の子会社である。同じくフムフェルトでは、キューファボンボンファブリークが生産を行っている。ベーガ駅のオイロバーン1896年11月2日、レム号からハーメルニエの鉄道が開通し、デイレントルプ、ファームベック、ベーガニ駅が設けられた。この路線は後にビーレフェルトまで延長された。現在この路線は、ベーガタール鉄道と呼ばれており、 デーレントルプ駅には夏季に4週間周期で、ランデスアイゼンバーンリッペ EV の保存鉄道が到着する。ベーガやファームビックの駅も同様である。この街は、全国的な主要鉄道網から離れている。最寄りの IC あるいはアイスの停車駅は、ビーレフェルトとハノーファーにある。最寄りの近郊鉄道の駅は、ハノーファー S1S5 号パーダーボールンハーメルン。 ハノオーファー空港線のバート・ピルモント駅、ビーレフェルト駅、米型アル鉄道のレム号駅、ヘルフォルト・アルテンベー県線のデトモルト駅である。この町は、デアゼクサー運賃同盟に属している。この町は、デーレントルプの東に位置するバルントルプと西に位置するビーレフェルトとを結ぶ、連邦道 B66 号線によって、道路網に結ばれている。この道路は、 アウトバーン A2 号線のナンバー 27B レフェルト、東インターチェンジに接続している。デーレントループでは、平日は、地域バス700系統レム号バルントループ、バートピルモント線、802系統レム号、ベージングフェルト線、920系統バルントループ、デーレントループ線、921系統レム号、バルントループ線が運行している。夕方や土日には、 近代的小型バスが800系統及び900系統の路線をレム号に向かって運行している。最寄りの旅客空港はパーダーボルン、リップシュタット空港で約 70km 離れている。リッペ軍全域をカバーする唯一のローカル市がリッピシェランデスイコールツイトゥングである。リッピシェラントシャオは2003年末に廃館となった。ラジオリッペは リッペ軍のローカルな話題を発信している西ドイツ放送スタジオビレフェルトはオストベストファーレンリッペ地方向けのラジオテレビ番組を制作しているデイレントルプの行政機関はヒレントルプ地区にある町はこの地区で屋外プールを運営しているデイレントルプ消防団はフムフェルト消防隊ベーガ消防グループ及びベントリングハウゼン消防グループを形成している ヒレントルプ、シュベイレントルプの別の消防グループは、定められた出動までの時間を遵守できるよう強化がなされているところである。1968年以降、次世代の育成症例のための青年消防団が存在している。デイレントルプでは、一般や専門医による基礎医療が提供されている。最寄りの病院は、レムゴやエクスタータールにある。この町には、 フムフェルトに東部基礎家庭学校、ヒレントルプに西部基礎家庭学校があり、さらにリッペ群の上動的及び社会的発達のための養護学校である霊言防言修レベーガがある。2012年10月15日年現在、これらの学校には合わせて42人の教員と381人の児童、生徒がいる。児童、生徒のントが基礎家庭学校、 28%が養護学校に在籍している。デイレントルプはバルントルプ市と共同でバルントルプデイレントルプ学校同盟の本家庭学校を運営している。バルントルプにはさらにデイレントルプの学生が通うギムナジウムがある。最寄りの実家学校はエクスタータールとレム号にある。町内にはベーガ、ヒレントルプ、フムフェルト、ベントリングハウゼンに幼稚園が4園ある。 ベントリングハウゼンの幼稚園は町が運営しており、残りの3園は福音主義会各派協会が運営している。レム号市民大学はデイレントルプの町役場で分校を運営しており、様々な科目の成人教育コースが数多く開講されている。ヒレントルプ地区とシュベイレントルプ地区との間にショートメッセージサービスによって街頭を点灯するテスト区間が設けられている。 このプロジェクトは世界中から注目を集めている。そうこうするうちに、デーレントルプの象形には1000基以上の該当が取り付けられた。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。